前回の動画では労働者の権利について憲法を通して確認をしていきました。第27条の勤労の権利、第28条に書かれた労働三権について確認をしていきましたんやね。でもこの憲法だけじゃこれだけだと実際に労働者の権利を守ることはできません。ここに書いてあるとおり賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は 法律でこれを定めると書いてあります。まというわけで今回はよりこうした権利を具体的に定めた法律というのを見ていきたいと思うんです。労働三法と呼ばれる労働に関する基本的な3つの法律があります。これが労働について一番大事な法律になっているので順番に確認をして行きましょう。 まずはこの勤労の権利の中で書かれた賃金就業時間や休息その他の勤労条件に関する基準を定めた法律がそのまんまそしてこの労働基準法に基づいて都道府県ごとに労働局というのが置かれています。 さらに、その労働局の下に、都道府県のそれぞれの地域に労働基準監督署というのが置かれています。この労働局や労働基準監督署が、実際に、その地域、その都道府県にある企業・会社を監督するわけ。きちんと労働時間を守っているか、労働基準法に書かれた条件を守っているか、というのをチェックしたりしています。 えそれじゃあ具体的にこの労働基準法によってどんな条件が決められているか定められているかというとなのでみんなも高校生になったらバイトをしたりする人もいるかもしれませんそうすると時給いくら1時間働いたら給料いくらですよっていうのが書いてあると思うんやね この金額を自由に企業側会社側は決めていいかっていうともちろんそうではありません時給100円とか言われたらちょっと大変やねなのでそれぞれの都道府県に応じて最低賃金というのが決まってるんです全国は一緒じゃありません都道府県によって違います一番安いとこだと今の時点では最低賃金って景気とかによって変わったりまするので 経済の状況によって変わったりするんやけど一番低いところで七百三十七円一時間働いたら七百三十七円というのが最低賃金になっています全国で見ると九州とか沖縄が大体これぐらいの最低賃金になっていますそして一番高いところだと最低賃金九百五十八円になってます二百円以上同じ日本でも最低賃金違うんやねこの九百五十八円 どこかというとどこでしょう一番給料が高いところですこれは東京やねやっぱり東京は少しものの値段も高いし家賃とかもどうしても高くなるので最低賃金もそれに合わせて高くなっていますたくさん仕事もあるからねそれによって最低賃金というのも高めになっているんです会社はこの最低賃金より下の給料で労働者を働かせてはいけないということになっています そしてもう一つ最低賃金以外にも労働時間についても定めがあります。日本の今のほとんどの企業は週休2日制になっています。多くの企業は土日、週末がお休みやね。これについては必ず週休2日制というよりは必ずこっちを守るようになっています。 週40時間の労働を基準としてくださいというのがルールになっているのでそれに基づいてほとんどの会社が大体週に5日間働いて2日はお休みという形をとっているところが多いですそしてこの週40時間を超えた部分については時間外労働時間外労働って時間の外の労働やね 時間外労働つまり残業というやつになるわけです。そして残業の部分についてはちょっと多めに給料を払ったりまた残業も時間を大きく超えちゃいけませんよっていうルールが決められたりしています。 ただこうしたルールがあるにもかかわらずやっぱりなかなかそれがたくさん働いて例えば残業時間が60時間とか80時間とか100時間とかになって疲れやストレスがたまってしまって過労死に至るような問題もたまにニュースで見たりまするよね仕事で疲れすぎて死んでしまう命を落としてしまう人もす なのでこうした労働の条件っていうのをきっちり守っていくことが大事やしみんなも働きだしたら自分の働いている会社がこの基準を守れているかなっていうのをきっちり見た方がいいと思いますそうした基本的な労働条件を定めたのが労働基準法ですそれじゃあ2つ目これはどういう法律かというと労働三権を覚えたかな前の動画で見た団結権 団体交渉権、団体行動権、この3つの権利のことを労働三権と言ったんけど、この労働三権について具体的に定めた法律が労働組合法という法律です。まあこうした団体での行動は基本的に労働組合を通じて行われるので、労働組合法という法律になっています。労働組合はこのよういうふに作りましょうとか。 労働交渉団体交渉する時とか団体行動する時のあり方とかその時の争いの解決とかについて書かれたのが労働組合法になります。ただこの労働組合 の数だだんんんと実は減ってきてきいるです。この労働組合は絶対一つの企業に一つ作らないといけないというものではないんやね労働者の人たちが自分たちの会社に必要やと思えば作ることはできるんやけどとその労働組合を作る会社減ってきています組合の組織率労働組合がある会社の割合のことを組織率と言ったりするんやけど 戦後1950年頃は46.2%いたい半分ぐらいの企業に労働組合があったんやけどその割合は減ってきて2015年にはにはな,ててなのでこの労働組合を通じたストライキとかサボタージュっていうのもあんまり効かなくなってきてるんやね。 そうした時代の変化はあるんやけどしっかりと労働三権を守るためにも労働組合法というのがありますそして最後にちょっとこれ名前がややこしいんやけど労働関係調整法という法律がありますまあこれその名前のとおり労働関係を調整するための法律やねんけど具体的には労働争議の解決のための法律です 労働争議っていうのはさっき出てきたようなストライキとかサボタージュとか労働者と使用者の間での争まあ争いとか交渉のことやねそれがどうしてもうまくまとまらなかった時にどうしますかとかそうしたものが書かれていますそしてこれをもとに作られているのが労働委員会というものです これも労働局とか労働基準監督署と同じように行政の機関になってきます。この労働者と使用者、つまり労働者と会社側がどうしても話し合ったりストライキとかサボタージュとかいろいろしてみてもまとまらない場合にこの労働委員会が間に入ってそれぞれの条件を聞いて結論を出す。 それぞれぞの交渉をまとめていく実はこのような労働三法労働基準法労働組合法労働関係調整法によって前の動画で見た労働者の権利が具体的に守られているという形になっているんです。